皆さんこんにちは、上芝しなちゃんです。上芝しなちゃんの夏子話、平日夕方夕飯前のひとときに上芝居のお話を1話お届けしています。今日も昨日に引き続き宮城県石巻市の鮎川浜に来ています。震災から9年、今の東北の復興の姿をこうやってご覧いただきながら、感じてもらいながらお届けできればなと思ってます。さあ今日なんですが、以前この夏子話でおこめんくんのすくすく日記というお話をしました、ね、お米がどうやってご飯になってみんなの中に入っていくのかっていうお話をしてきましたけども、今日はそのおこめんくんの続編というべきお話を持ってきました。さあ今日のお話はこちら、おこめんくんほにゃららになるっていうお話なんですが、これ何だと思います？瓶がありますね。そう、大人が大好きなあの飲み物です。っていうやつですね。日本酒、実は日本酒の原材料はお米なんです。お米からどうやって日本酒になるのかというお話を今日この鮎川浜でやりたいなと思いました。なぜなら東北はお酒が美味しいからです。と言いつつ、私は実はアルコールアレルギーでお酒を飲めないんですが、でもこのお話を作っていくたびにですね、お米からできるお酒って素晴らしいなって思うようになりました。その気持ちをそのまま今日皆さんにお届けしようと思います。このお酒の美味しい、食べ物の美味しい東北の地で、鮎川浜でこのお米くん日本酒になるというお話をお届けしましょう。なっちゃんの夏子話、お米くん日本酒になる、始まり。皆さんこんにちは、僕おこめんくんだよ。みんなは僕のことをご飯にしていつも美味しく食べてくれてるね。どうもありがとう。今回はね、僕はご飯じゃなくって日本酒っていう日本のお酒になるお話だよ。僕がね、日本酒になるまでには、まあこれまたいろんなことがあるんだ。今日は僕おこめんくんがみんなのお父さんお母さんやお友達が大好きな日本酒になるまで簡単に紹介しましょう。ということで、それではおこめんくん日本酒に変身。僕はね、秋になると大きな稲穂になるというお話は以前したよね。実はね、僕たちは食べるお米じゃなくって、一粒一粒が日本酒になるためのお米なんだよ。農家の人たちが収穫するまで、実はこんなことを僕たちは話しています。ねえ、僕たちこれからお酒になるらしいよ。なにお酒って？お酒っていうのはね、神様にお供えをしたり、人間のお祝いとかお別れとか、楽しい時とか悲しい時とか大事な時にみんなで美味しく飲むのがお酒。そっか、僕たち人間の大切な飲み物になれるんだね。うわー、すごい、食べるんじゃなくて飲み物になるんだ、楽しみだ。さあ僕たちの収穫の時がやってきた。この大きな大きな稲穂から一粒一粒になった僕たちは、見て見て、最初は稲の色をしていたけど脱穀機に入れられて白い色になりました。わー、仲間がいっぱいいる。こんにちは、よろしくね。これから僕たちおいしいおいしい日本酒になるらしいよ。さてみんな、ここまではみんなが食べるお米と同じでしょ。でも僕たちはお酒を作るためのお米なんだ。ここから日本酒になるためにも、さらにさらに広な手が加えられる。みんな、まず僕の形を見てみてね。でまずみんなが知ってる僕のこの形、そこから僕はお酒を作るための形に磨かれていきます。キュッ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 キュ
僕の角っこが丸くなってきたでしょう。これはね、お酒を作ってくれる皆さんが僕をさらにピカピカに磨いてくれるんだ。そしてまだまだ磨いて磨いて磨いて、バン、ほーら、僕はまん丸のピカピカになった。どう、僕はイケてるお米、略してイケメンになったんだ。お米が日本酒になるには、僕ぐらいの丸い丸い小さい小さな玉になる。でね、僕はこのあと1ヶ月ぐらい寝かせるらしいよ。1ヶ月ずっと寝てるんだ。十分に寝かせたイケメンの僕らお米は、いよいよさらにさらにピッカピカになるために機械にかけられる。そしてきれいに現れるわけ。キュッ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 と現れるんだ。あー、ピッカピカピカー。その後、キッ、冷たい水に僕らはひたひたに浸されるんだ。僕の中にお水がギュッギュッギュッと染み込んでくる。この僕らを洗うのと水に吸わせる作業は、実は時間との戦い。僕を作ってくれている杜氏さんという方がね、ずっと僕のことを見守ってくれてるんだよ。この時間によってお酒の種類が決まる、とっても大事な工程なんだ。日本酒作りに僕と同じぐらい、実はお水って大事なんだね。十分お水に浸った僕たちは、次に熱々に蒸されるの。お米を食べるときは炊くでしょ。僕たちは蒸し米になると。君はこれからどこに行くの？僕はこれから主語になるよ。僕は工事になる。僕はもろみになります。そう、実はね、僕たちこれからそれぞれ違う道のりを歩み始めるんだ。みんな、また会う日まで元気でね。さて、僕はこれから麹っていうお酒作りには欠かせないものに変身します。蒸された僕は急いで冷やされます。その時に麹さんが麹菌を僕にギャーギャーと振りかけてくれます。この麹菌がね、とっても可愛くてね、ピタッて僕にひっついてくれるな。そしてしばらく時間を置いたら、僕と麹菌は杉の木で作られた麹豚に入れられて、さらに寝かせる。僕ずっと寝てるんだ。当時の人たちが僕たちをまたまたじーっとこうやって見守ってくれるんだよ。だから僕はずっと安心して寝てられるし、安心して麹になれるんだね。次は主母になるお米くんの登場だ。主母って難しいでしょ。これね、お酒の母って書く。面白いでしょ。その通り、お酒作りの元になります。そうだな、日本酒作りのスターターみたいな役割を持っています。僕とさっき麹になった僕、そしてお水で作られるんだけど、さあ道具が出てきますね。こうやって道具、これだね、これだね。この道具で潰したり、機械で温度を上げる抱き入れというのをして、どん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 暖かく暖かくなってきます。なんだか僕たち酔っ払ってきちゃった。気持ちいいな。さてさて、麹と脂肪が出来上がったら、いよいよ仕込みの始まりです。ここからがずっと寝かせてくれてたイケてるお米たちの手間だ。おはよう、いよいよ出発だ。さあ、僕たちは麹と脂肪とお水の中にダイブする。みんな久しぶり、早くおいで。みんな待っててくれてありがとう。どう、僕たちはそれぞれ違う工程でいろんな
道を歩んだんだけど、この大きなタンクでもう一つ一つになる。一緒になって木桶に入ってみんなでもろみだーす。嬉しくて楽しくてワッツタイワッツタイ。タンクの中がポコ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 と泡を出して香りを出してみんなにお知らせをするよ。ポコ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 、これがもろみっていう。踊るうちに僕らは液体になる。液体になった僕たちは袋に入れられてギューって絞られる。するとね、袋からポタポタと液体が出てくるんだ。この液体が日本酒。そう、絞りたての日本酒は原酒って言うんだよ。原酒ね、これね、原酒。絞りたての原酒はちょっとだけ青緑の時があるぐらい新鮮なんだ。飲みたい？飲みたい？お父さんお母さん飲みたい？飲みたいでしょ？まだ飲ませないわよ。まだまだこの工程を経ても完成というわけにはいかないんだ。このままだとね、まだいろんなものが残ってるから、こうやってきれいにして美味しい状態の日本酒にする必要がある。僕たちは火入れという作業をするよ。瓶の中に入った僕たちを温める。なんかさ、まるで温泉に入ったみたいにあったかいんだと思ったら、冷たい水に冷やされるとキュッと引き締まる。僕たちはあったかくなったり、キュッて冷たくなったり、あったかくなったり、キュッて冷たくなったりを繰り返すんだ。ああ、あったかい冷たい、あったかい冷たいっていう感じかな。こうして火入れをされた僕たちは暗いタンクの中でまたまたしばらくおやすみなさい。こうしてじっくり成長させてくれるんだね。寝る子は育つ。それは日本酒も一緒なんだ。そんな子、おいしいお水と一緒になって、そしてそしてついに長い工程を経て僕は日本酒に変身した。みんなの前にお披露目だ。どう？僕おこめんくんはいろんな恵みによって日本酒っていうとっても美しい日本のお酒になるんだ。豊かな自然、きれいなお水、おいしいお米、そして当時さんの技によってやっとやっと出来上がるのがおいしいおいしい日本のお酒だよ。なんて尊い飲み物なんだ。みんなにおいしく飲んでもらいたいな。さあみんな、おこめんくんが気の遠くなるような変身を経て出来上がった日本酒、おいしく召し上がれ。ただし子供はダメです。大人が召し上がってください。はい、ということでいかがだったでしょうか。おこめんくん日本酒になるのお話でした。で、こうやってものすごい気の遠くなるような作業を経て日本酒というのは出来上がるんだなと思うと、こう一口一口飲むことがとっても貴重といいますかね、大切に大切にいただきたいな、恵みだなっていうのを思いますね。と言いながら、私はアルコールアレルギーなのでほとんど飲めないんですけども、一回でいいからグビッと飲んでみたいってなんかね思ってしまいました。みんなはまだ飲んじゃダメよ、大人になってからね。でね、飲んでるお父さんとお母さんを見たらね、そのお酒はとっても大切な、とっても長いね工程をできるんだから大切に飲んでねって言ってあげてください。ということで、昨日と今日、宮城県石巻市鮎川浜よりお届けしました上芝居しなちゃんの夏こんばらし。次回もまた見てね。